レビ<ズ>4月12日は、旧ソ連のガガーリン宇宙飛行士が、人類で初めての有人宇宙飛行を成し遂げてから60年の日ですロシア各地で記念の式典が開かれる中、モスクワ動物園のパンダ、ルーイーにプレゼントされたのが、この宇宙ロケットです。 ルーイーも早速乗り込みますが。少しするとやはり興味は鉱物の笹どうやらロケットにあまり興味はなかったようですがいつか本当にパンダが宇宙に行く日も来るかもしれません